メディアを買収したり SNS を利用したりして2つの国を仲違いさせることってできますか？あ、全然できるんじゃないですかね。日本でそのなんか韓国は良くないって言ってる人たちって、大体韓国の発信するニュースと日本人が発信する韓国のニュースに関して見て文句言ってるんですけど、そんな見なければ別に良くねっていう、すごくどうでもいい、なんか例えば地方の小学校でこういうイベントがありましたみたいなやつも広げてきて、ほら韓国人は日本のこと嫌いなんだみたいなので、いやいや、それは小学校におかしな先生の一人や二人いるでしょう、日本だって探せばおかしな先生いっぱいいますよみたいな話なんで、なんでそういうのいちいち取り上げないで、全体としてどうなのとか、じゃあ総意としてどうなのっていう話をすればいいんですけど、一部こんな悪いやつがいる、まあ例えば日本でも行くと、じゃあその在特会みたいな、そのなんかまあ違法行為をして、その後まあ裁判で負けたりするんですけど、それじゃあその人種差別をするっていう違法行為をするような人っていうのが割とそれなりに知名度もあったりして、その中選挙に出るみたいなことやってたりするんですよね。でそれをじゃあ韓国側が取り上げると、その違法行為をするようなやつに投票するようなやつがいるっていうのも含めて、やっぱり日本って韓国のこと嫌いなんだって言い始める人もいるわけじゃないですか。でその中一部を取り上げるっていうのって、やっぱり SNS の発達した結果なので、これを一生懸命やると2つの国の仲違いっていうのも効率的にできるんじゃないかなと思いますけど。